台風による被害です。鹿児島県の奄美大島では風にあおられた木が倒れ住宅を壊しました。怪我人はいませんでした。ガラスの割れる音、一気にガチャーっていう音ね。それで目が覚めたっていう感じ。消防などによりますと午前3時過ぎ、鹿児島県奄美市で住宅の裏山から強風にあおられ直径およそ40センチ、長さ10メートルほどの木が倒れ斜面を滑り落ちました。木は住宅の2階部分にある寝室に突き刺さりましたが、寝ていた夫婦に怪我はありませんでした。また屋久島でも強風で直径およそ30センチの木が倒れ一時県道を塞ぎましたが、この時間までに撤去作業は完了しています。